どうもグリズンです。それではね、今回も、サイコブレイクの方をねやっていきたいと思います。早速いきましょう。今回は、チャプター5かな、多分チャプター5だと思います。だんだんね、ほんと怖くなってきてるんで、最後の方にね、手がいっぱいくっついてる女の人、またここかで、ここはどこなんだ。あ、この曲が聞こえるっていうことはあそこに行けるわけですね。あ、なんかあるよ。2005年3月、悪いニュースが一つ。パートナーが変えられた。あら。ねえ、せっかく恋してたのにね。でも、その代わりにね、いいニュースが一つあるらしいですよ。マイラがイエスと言ってくれた。おお、よかったじゃん。ねえ、パートナー変わるときに、ねえ、イエスもらえて。イエスもらえないままね、パートナー変えられたら、ちょっとね、心残りですよね、そんな。悪いニュースの方も、そう悪くはない。ジョセフは素晴らしい刑事で、お互いうまくやれそうだ。クリムゾンシティにはもっと彼のような、頼りになる男たちが必要だし、一緒に働けることを、光栄に思っている。OK、 なるほどね。さあ、ポイントは溜まってるんでしょうかね。あれ、なんか俺に必要な場所なのか。必要な場所、なんかすごい痛そうですよね。ちょっと体力がね低いんで寝れないのかな。寝てなんかね回復とかできたらいいのに、それはできないんだね。あれ、ダッシュってなんだっけ。ずいぶんお久しぶりですね。そうですか。どこにいるの。あ、来た。あ、なにこれ、こんなのなかったよね。連続殺人事件。ちょっと待ってね、走り方。おお、やべえ、最後の弾撃っちゃった。あ、はいはい、わかった。 L1 ね。あ、こっちからも行けるんだね。4700。さあどうしよう。ライフゲージ、これ、あ、足りない。これね、上げれたら多分今の状態から回復できると思うんですよね。全力で走れる、スタミナですよね。これね、これって殴ったりする時のあれかな。あれ、ほんとね、使えない。これにしようかね。あと、1700か。1700で何ができるかな。リロード、命中、クリティカル、
クリティカルか。足りない。惜しいね。ちょっと使わないで貯めとく？これ。ねえ、そうしましょうか。マッチか。マッチもね、あの弾がなくなったりした時にね、あの物を燃やしてどうにかねやり過ごせるんで、でしかも800か、それでプラス3本。じゃこれつけますか。はい。で残り900は取っときましょう。行きましょう。ちょっと待って。よっしゃ。嫌ですね。チャプター5。え？誰か泣いてる。ちょっと怖いな。え、誰かいる？見えない、見えない。え、死んでるよ。死んでるよね、これ。燃やせない。え、人形？なんか顔が人形っぽいけど、違うのかな。怖い。もう出だしから怖い。ふる。声が聞こえる。あ、今誰か撮ったよ。今誰か撮った。いないんでしょ、どうせ。ほら、何こういう演出。これめっちゃホラーじゃん。え、これどうにかして開けれるとかじゃないよね。違う、誰か咳込んでる。ちょっと待って、怖い。怖がりだっけな。あっ、やめてよそういうの。あ、ジュルだ。あ、こっちにも。あ、なんかいっぱいあるね。いや、もうちょっとね、若干疲れてきた。どんだけ集中してるんだよっていうね。ちょ、なんでそうさ、ゆっくり入っていくの。ほら、まあ、足音が今聞こえたよ。これなんか出てくるんじゃない、この下から。違う違う、何もない。え、ガラス。あれ、こっち入ったっけ。こっちは入ったか。こう蹴っ飛ばして入ろうか、ゆっくりじゃなくて。いや、なんかやばいぞ、なんかやばい。やばい音が聞こえる。ここはいけない。あ、いる。今いた。今目の前にいたよ。え、え、え、何？何の音、このくちゃくちゃ。ちょっとどこから来たのこいつ。あ、見えない敵。あー、見えないやつか。ちょっとこいつを、あ、やばいやばい。あ、そういうことか。
演出じゃなくてね、演出じゃなくてそういう敵か。いやそれずるいわ。ちょっと待って、回復薬ある？回復薬ないし。いやまだいるね。これどうやって分かるようになるの？敵がいるの。あ、何？ドアが。ドアが。開こうと聞こえたけど。ちょ、これ消そう。見極める。こういう、さあ、下に。ねえ、こう。足、何を言いたいんだ俺は。笑ってる。これ殴るってなんだっけ。これか、この椅子か。ほら、ここか。あれ誰もいない。そして何もない。やばいんですけど、ちょっと回復薬欲しいな。ここも何もない。あ、ジェルがある。おお、結構手に入ったよ。線も入った。え？何？何今の？あ、音楽か。下か。下、下に行けと。あ、待って。待って待って。中はこれ壊すとか。うん、何もないね。ここ、よし、下に行くか。いないよね。え、何、なんか動いたよね。あ、ほら、なんか動いてる。何？あ、ネズミか。なんだよ。なんでネズミにあの女神の像がくっついてんだ。わあ、広いなあそこ。ちょっと待って、ネズミさん。ほら。おお、鍵。オッケー。燃やす必要ないけど、一応ね。ここは、あそこになんかあるけど、取れるかな。さっき取れなかったからね。あ、取れる。そうだ、あと樽ですね、樽。樽を見つけたら壊す。僕結構ね、見逃してて、っていうか知らなかったんですよね。あの無意識のうちに壊したりすることもあったんですけど、全然その樽を壊してるっていうね、あれがなくて。こう絶対出てくるでしょこれ。何かね、その見えない敵がね。え、何のマークこれ。右に出てるチェックポイント、わかる。何か、なんていうの、ヒントみたいなのないのかな。これいるよね。なんか聞こ
こえるんだけど。これ多分ダメだ。動かない系じゃない。鍵を探せってことか。鍵か。鍵。カードキーかな？あの形だとね。これバレてるよね、もう。ほら、いる。どこ？どこだ？ちょっと待って。こういうね、ドアで待ち伏せしてればね。あ、来た来た来たよ。なんとなく分かった今。どこでもさ、見れば分かるんだろうね。超強いよこいつ。硬いな。もう弾あと2発しかないんだけど。ちょ、違う武器にしよう。あ、ショットガンもないんだ。弾、そうだった。なんかまだいそうな気がするんだけど。何もない。このね、光の照らし方すごくやらしいですね。めっちゃ怖いよ。あ、ショッティの弾があったよ。一発、一発かい。ちょっと一応リロードしとこう。 OK。 これ多分入ってないよね、これ。ちょ、壊してみよう一応ね。ほら、来た来たよ。逃げよ逃げよ。あ、いる。どこ？あ、弾切れか。痛い。ちょっとちょっとお前待って。で、ね、爆発させるやつ、それにすればね、よし、まだ生きてる？音は聞こえないな。でも死体がね、ないよね。あ、もう死体ごと粉々になったって感じ。すげえもったいなかったけどね、今あれを使う。でも見えないんだもん。見えないし弾もないし、しょうがないよね。テレビが、あ、別に何もできないか。こっちしかないよね。取れるものはもう何もない。よし、行こう。お、やった、弾。ショットガンの弾。リロードしよう。OK。お、回復薬。助かった。ちょ、回復しましょう、早速。わあ、こいつ絶対スタッフ用カードキー。こいつ燃やしたい。こいつなんか
生き返りそうな感じがする。大丈夫か。いる。あ、違うか。いるな。なんか声がね